くんじゃないか。ヘイト君、この信号機関リタアクシスだと。それでは彼らはあの決戦艦隊だというのか。なんだって。でもグラントさんは。いや、次は迎撃先生。クソ、今脱出してくれよ。ジュニス敵機関から高エネルギー反応、手法を来る。ちゃんと見えてるぜ。どうした、ミオ。人なんかに。この艦隊がルーキスを作り出した長いものよ。すると、これはあの時に伝える。ルーキスの嘆きを超える。私たちのパパの叫びが。決戦艦隊の態度を立ったのは大軍だ。他ならぬ地球人自身。君は一体何を言っている？説明しろ。うるさい、このメガネハゲ。ハンゲではない。これ遊っているのだ。そんなこと言っちゃダメだってパパから教わらなかったのか。いいか、もう一度言ってみろ。ここに一週間看板清掃をさせてやる。もう行っちまったぜ。やっぱ機関はでかいな。さすがのあなたでも切る気にならない。そんな奴がいるなら見てみたいね。そう、放棄する十分にか、放棄する広大くらいたまらせ。とどめは我が艦に任せたまえ。天キャノン撃ち抜け。あの時もそうだった。同じ連合軍の手によってリタアクシスは落とされた。あれはタイルーンが火を諦めている。競技者の練習は決戦艦隊を送り込む傍らで、ドッキリにカイルーンと交渉を続けていた。そして休戦協定が結ばれ、競技会はカイルーンが望むものを差し出す代わりに仮止めの安寧を得、カイルーンが望む。きつい。カイルーンは引退ストップ大正解。果たして地球を守るために使わされた銃士たちが一転、カイルーンに打たされる強風へと変わりました。同じようにね。それで仲間割れを使ってのか。勝手に。この戦いを先に幸せな未来なんてありはしないのよ。だから私がこのルーキスの力で元さっぱりぶち壊してあげる。死ねー！ベストなれなれしいぞお前。
を放り出すとか本当にやりかねないだろ。それでも封じただけは変えないよ。その通りね。水倉は自らを使いたすぎた。命をどう扱っていいかもわからない。人間の方がよほど怖いわ。そうですか。そんなこと。そっか、私たちはもう違ったけど、まるでアーサンと、ピオンが愚かな子供たち、私には何もなく、カバーピオも、私は、私は、迷うな、ピオ。俺たちの目的は変わるわけじゃない。戻すんだ。全艦、これより移動惑星内部に突入する。ここからが正念場だ。ガッツだ、ガッツで行くぞ。ロイ、ここまで捕らえたのは強行自由と変わらない。お前たちの働きに感謝する。礼には早いぜ、提督。あなたたちには中枢を破壊するって大仕事が残ってるんだからな。今までの敵とは違う。これが奴らの本来の戦力、ファイルの真の姿。でもなんとか戦えるぜ。さすがクロスブリードだな。さっき取り逃してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。ピオは確かにルーキスになっちまったけど、人間性まで失ってるわけじゃない。大切な家族のためにちょっと無理して頑張ってる普通の女の子なんだって分かったからな。心配だよ。あなたにそんなことを言われるの。これからはもっとロイ兄さんに頼っていいんだぜ。しまった。大丈夫、中枢を無力化すれば開けられるわ。このまま進みましょう。守るべきものがあった。この星にさらわれ、同じ地球人に見捨てられた大勢の命、私たち自身の本当の体、耐えきれないくらい抗ったわ。でも未完成だったこの機体ではどうすることもできなかった。一つ縮るべきいくまもの命が消えていった。私は絶対に負けられない戦いに何度も何度も負け続けてきた。そして最後のそれを失いたとき、気がついた。あまたの情報が絶対とした私の力は、大軍のシンギラリティをとっくに超えていること。そういうつもり、何ていう気を見る。今にパパを守る。それが結末なんだ。私たち家族の与えだった結末。こんなものが
戦闘とルーキスの力で中枢と融合しているの。え、俺たちの機体もこんなことできんの？マジで？お前のことは調べた。ロイルキス軍属じゃないの。興味を持ってくれて光栄だね。ただの民間人でもレイドユーザーの人たちの訓練をパパから直々に受けて君たちの様子ミラートのもう一人の忘れた。さあ、だからここまで来られたのよ姉さん。姉さんに勝てない。私を呼んでリオンずっと私は後悔してた。それなのになんで私だけ私のことが好きって、こんな思いはしなかったのに。そんな…呼びなさい。特にこの私と同じだ。二人の集中を見つけるが、ルーキスにさらなる力を与えるのよ。そんな…私たち家族を見つけ、そうした人類と、私をこんな姿に変えたファイルーと。リオ！そう、私たちは変わったし。中枢確認。全艦全方門開け。全てはこの瞬間のため。一斉射撃だ。姉さん、ここで捕らえる。
るじゃない。おい、しっかりしろ。待って、聞いて。ミサキはこの地、地球から移植された。私たち故郷に続いてる。私たちは双子のハンター。なんだって。返して。それで全部奪える。どういうこと。あの時なら。フィオ、取り込まれちまったのか。フィオ、本体の破壊って。そんなことしたら。フィオー、チキソー、どうしたら、どうしたらいいんだ。レーダーが生きてる。フィオはまだ諦めていない。行かせるか。まだだ。俺だって諦めるわけには。これをやめたら今度こそ俺には何も。ここはうちは初めてだったか、小僧。グラートさん。気にするな。走馬灯ってやつだ。俺来たよ。立派に戦えてるだろ。何言ってやがる。うちの娘どもにコテンパンじゃねえか。大体お前何しに来たんだ。何しにって、戦いに決まって。戦いね。それで今何しようとしてるか分かってんのか。だからお前は小僧なんだよ。でもあんたは、あんたはもう死人のせいにするんじゃねえ。てめえはてめえで考えるんだよ。でもな、マジに俺を追っかけたやつはお前だけだった。嬉しかったぜ。そうか、俺は。殺す前に一応聞いておくわ。どうしてそれを壊さなかったの。壊せないよ。どんな姿だろうと、俺たちは同じ父親を持つ家族なんだ。何を言い出すの。ここに来るまで俺も見失ってた。俺たちに本当に必要なのは戦いなんかじゃない。帰る家だ。そうだろ。フィオ、どうして。確かに今の私たちは望まない姿なのかもしれない。だけど彼とここまで来られたこと、あなたがずっと姉さんでいてくれたことを、意味がないなんて私は思わないわ。してごめんなさい。フィオ、フィオ。いいか、エスト、君は耐えれるんだ。居場所は俺とフィオが作る。必ずだ。だから行こう。俺たちは前に進むんだ。
いつ喋ったぞ。脳であるルーキスを引き剥がしたからファイリーン本来の AI に切り替わったんだ。奴らには固有の知性が存在不明。クラスタリングされた一つの巨大知性ディアグラが全ての個体を動かしているの。なるほど、わからん。完全なる有機質への道筋は今あなた方の原理で付けられた。精神の共鳴、それこそが秩序の扉を願った意味。地球人類の恩の敬意、そして我々の制御を守るあなたたち、今がこの瞬間。今の俺たちを止められると思うなよ。
終えるか、フィオ。当然よ。このまま決着をつけましょう。提督。何をしている。早く行ってこい。長くは待たせるな。ヤソロ。あの野郎、どこへ向かってる。ハイルーン母星。おそらくクイーンシステムを目指してるわ。クイーンなんてのがいるのか。あくまで例え、実際にはデータ同士のための神経機能といったところ。一定期機体サンプルを持ち帰るつもりで、完全な通知に到達するために。なあ、クイーンシステムを破壊すれば全てのファイルーンを倒せるんじゃないのか。残念。そうしてやりたいけど無理よ。すぐに別の場所で再構築されちゃうよ。ウイルスでも流し込むとか。問題のある丸ごと排除する。やはり再構築される。そのためのフラッシュリアルです。ねえ、私に右利きがある。あのね、うわ、えげつねえ。試してみるかしら。実はさすがだわ姉さん。なんだこりゃ、全部移動惑星なのか。ここから宇宙の端々まで侵略しているのに許せない。見えた、クイーンシステム。たどり着かせねえ。さよなら、私のアーセン島と。俺たちの戦い、ここで終わらせてみせる。